はい、どうも、なぎです。今日は、今日っていうか、この企画は、武器と武器を戦わせるんですけど、ここで、オフラインの大会で、武器統一杯を運営されてる、武器統一杯運営さんを、運営さんに来てもらいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。運営の、運営の、なでキリさん。普段は、ブラスター使ってるんですか？そうですね、ブラとスピラ。おーいブラとスピラを。うん。やってます、ね。普段はスピナとブラスター。そうですね。うん。早く来て。サムネ撮ろう、サムネ。サムネを撮ります。サムネなんないかもしれないけど。ちなみにスプラ1からやってたんですか？そうですね、スプラ1から。おーいはい、バッテラストリート縄張りバトル。まあ、今回、最初は縄張りでやります。了解です。了解です。はい。まあ、武器統一杯は、どんなルールでやってるんですか？武器統一杯のルールは、はい。予選に、はい。予選のトーナメントが2先。2先。あ、先に2本取った方が勝ち。勝ちで。お、すでに中央の取り合いしてますよ。ガチルール、おー、早いな、はい、ガチルール、縄張り、ガチの順番で、へぇやってますね。やっぱ縄張りバトル楽しそうですね。縄張りは一番わかんないので、ね、最後まで、うんうん、お、左でローラーが今一人倒してスーパー着地と。かなり刺さるのでは、これは全体的な塗り状況はマニューバがやや上、いやいや上です、ね、今のところね。で、今3人のローラー囲まれて1人やられちゃった。連携取れてますよ、ローラーが。2人目倒した。ローラーが急に連携を取り始めた急に、はい、ローラーして見ていきましょうか。ローラーしてかなり潜伏がうまく使えてるのではないでしょうか。そうだね、潜伏できる塗り状況になったらローラー強いけど、ここまでがね。うまい。ここからの攻め。まあ、一人やられて。ガンガン行っては。あ、マニューバー2枚落ちてます。お、ここで。一旦全持ち状態に持っていければ、かなり強い。いや、ローラーに勝ってほしいな、僕は。さあ、ここです。うわ、マルチミサイル2本一気に。いや、きつい。ここで塗り状況がかなり変わるという。逆転しますかね、これ。しますね、これは。おぉ。スペシャルうまく合わせられた。かなり、うん。ピンク色の方が強いのではないでしょうか。スーパー着地。ほんとだ。ほんまや。さすが運営。よく見ている。ここで食い物、おメインだけで倒す。いや、うまくマニューバの新機能を使って、おスーパー着地中に倒したぞ。おマルチミサイル飛ぶな。かなり色塗れますね、マルチミサイルは。うんうん。確かに塗り強いな。ここからローラーすげえすげえ。いいぞー、かなり塗られている。スーパーチャプチャ合わせていけば。ローラーきつそうや、でも。やっぱ縄張りでも、ガチエリアでも、ローラーは塗りがきついと。縦振りが増えたところでなのかな。勝ってほしいけど。もうだいぶ塗ってますね。あ、1枚引き殺した。うまい。おー、3人で落とした。逆転あるぞ。分散していきたい。22で3組んでいきたい。さあ、スーパーマニューバは後ろから？スーパー着地。ボムがかなり刺さるのでは。あ、いや、裏取りされている。いや、マニューバ3枚落ちている。これはどうだ、スーパーどうだ、どうだ、どうだ。え、どうなんだこれ。おわかんない。わかんない。熱い。あはおー、惜しかった。 0.1 ややばい。熱い試合だ。はい、富士坪スポーツクラブガチエリアです。はい、武器さん。はい、武器さんはローラーとマニューバだったらどっちが好きですか？マニューバですね。あ、マニューバか。僕マニューバなんだよね。やっぱりね、ライドがね、かっこいい。そうね、でもなんかローラー勝ってほしいよね。それでもローラーは勝ってほしい。やっぱり前作から色武器
ね。ちょっとスプラ1の。マニューバーが落ちていく。お、マニューバー3も落ちてる。あ、ゆうちゃん4枚落ちた。これは、今塗るべきの、塗るべきですね、ローラーは今。1人しか今前線にいなくて。ここで色を塗り広げていきたいですね。うんうんうん、かなり。前線に色を塗って、相手の動きを取りやすく。へぇ。マルシェミサイルマルシェミサイル一緒にローラーを。いや、クイボが強いんだよね。あとね。クイボが強い。投げてるだけでエリア取れちゃうからね、ローラーから。お、カウントストップしていきたね。お、これか。やっぱマニューバの打開は早い。早いですし、エイムで追うのが、ローラーに。うん。あとカバーが早いよね、やっぱり。そうですね、かなり塗り能力が高い方なんで、ね、あ、かっこいい。お、2枚持ってた。おー、強い。マニューバーかなり、ね、あれ支援武器っぽいですね。どっちかというと塗りを広げて、はいはい、まあ、援護もできるし、キルもできる、塗りもできる、ね、まあ、何でもできると。ローラ、うまい。うまいぞ。お、ここで2枚落とし、まあ、キル取れれば塗られないからな、ローラ。ローラ塗り広げていく。これローラスーパー着地決めていく前線に。おお、もう1枚持っていくことはできなかったと。あ、でもリードしましたよ、ローラが。かなりリードを取れると、アドが取れますね。頑張れ。スーパー着地2枚溜まってるので取りやすいんだよ。スーパー着地警戒しないといけないのか。あとカーリングボムが中央の、うんうん、あのダンサーとか引っかかってくれるので。3枚落としました、ローラーが今。打開、あ、4枚 !4 枚落ちました。この人の視点見ていきますか。あ、ここから無双したぞ。マニューバーはもうスペシャル合わせてくるね。そうですね、マルチミサイル駆使して。いや、でも、きつそう、ローラーして。なんかもう、四方八方。あ、やばい。四方八方から、弾が飛んできてるんですよ。いや、きつい。あー、マルチミサイルを吐いていく。いや、しかし、カウントはリードしている。あの、取り返しましたね。取り返せるのか。あ、エリア戦った。おー。あー、一番落とされてる。あ、ゆうち。スーパーチャット刺さるか。スーパーチャットじゃない、スーパーチャット。おー、エリア確保していく。取り返せるんだね。まあ、対面。あ、ちょ、振りながら、スペシャルを。縦振りでうまく牽制して相手詰めるって感じかな、ローラーは。ね、今見てる中では。こういう戦い方が。うまいな、この、マリューバと。おー、でも倒した。しっかり落としていく。なんか、反戦モード、楽しいですね。楽しいっすね。やばいな。おー、うまい。引いた。普通のプレイを見る、直で見るっていうのも、プレイ動画ぐらいしかない。マリューバここで一番落としたいけど、落とせない。ここでエリアが、ローラーの勝利と。ローラーの勝利ですね。キルして勝つみたいな感じやん。キルすれば勝てると。まあ、後半も前半にも、あの前線の塗りを維持してたのがやっぱ強かったですかね。ブラスター対北斎になってます。わあ、その動き強いぞ。おお。あ、でもカバーもらって。キルはブラストが取れる。勝ちました。圧勝ということで。圧勝だね。